鈴木翔太選手はこの5月23日から26日までの台湾に開催されました第8回のアジアパルスラドーム選手権大会関西シングルにおきまして見事に優勝されております。また弟でもある翼選手と出場しましたカナディアンダークという競技におきましては国別で2位の好成績を挙げています。普段どこで練習してる？普段は平日は毎日仕事が終わった後に角館の大徳桟橋という玉川の出所ね、俺は出所だったよ。そこの場所で毎日、練習して、土日はお盆内の国体やったコースの時に、はい、が小学校5年生の時に始めて、弟の方が3年生の時に